こんにちは、吉田さん。おはようございます。まあ、今、一番有利なのは、やっぱり、ペイペイで物を買うことでしょうね、やっぱりね。だから、使い方、お金の使い方っていうのは、今、たくさんの種類が用意されてますけども、まあ、最も有利なのが、まあ、ペイペイかな、というのは変わんないですね。で、二つ目が、クレジットカードで買って、カードのポイントとか、サービスを提供していただくことかな、とですね。最も不利なのが、現金で買うことですね、なんかね。いつもニコニコ現金払いっていう言葉昔ありましたけども、ああいう古い価値観に縛られて現金が一番有利だと思ってる方がまだいるかもしれませんが、やっぱり消費者としては現金で買うのが一番損と。で、逆にですね、商売してる方、商売してる方、お店とか会社と考えてみると、実はペイペイって一番損なんですよね。そのペイペイっていうのを使うと、なんか利用料金がかかるようになりましたよね。だからペイペイで使われると、意味わかんない手数料が引かれちゃうんで、店としてはやっぱり歓迎できないのかなっていうところがありますし、クレジットカードも結局使う方はね、お客さんの方はいいんですけども、クレジットカードを使われるお店とか会社の方はカードの決済手数料ってのはやっぱりね、引かれちゃいますからね。だから現金が一番いいなっていうのは、あれは多分未だにああいう風な形を取ってるっていうのは、商売やってる方がそっちが有利だから、まあ、明朗会計現金払いとかいう人がいるんじゃないかなというところですよね。だから消費者と消費させる方としては、全然その事情が変わるってことだと思いますけどね。まあ、これをだからやっぱりお金の勉強の一つだというふうに言えるんじゃないかなと思うんですよ。で、まあ、以前から言ってますけども、世の中には、言われなきゃできない人、言われてもできない人、言われなくてもできる人の、まあ、3種類ぐらいがいて、まあ、大抵がね、言われたらできる人なんだけども、実は言われてもできないから、ほとんどの人は言われてもできない人ってことになって、言われたらできる人っていうのは、まあ、すごく少ないらしいですよね。で、その次に、言われないのにできる人はもっと少ないみたいな感じがあると思います。まあ、これをね、お金に関してちょっと言ってみたりとかすると、お金の勉強って学校でしないですよね。だからね、日本人はお金の勉強を学校でしないから、お金に関してのリテラシーが低いみたいなことをね、未だに言ってる人がいますけども、いや、学校で教わらないんだったら自分でやればいいんじゃないかなというところもありますし、いや、学校でね、お金の勉強って結構するんですよ。だからね、大学まで行くとお金の勉強って結構するんですけども、授業でありますからね、金融論とか金融工学とかありますからね。でもやっぱ高校まではしないですね。そう考えていくと、やっぱり大学まで行くと心理学もあるし、哲学もあるし、お金の勉強もあるし、やっぱり有利なんだろうなと思います。そもそも学校っていうのはさらに進学することを勧めてますから、だから進学こそ是っていうのが学校っていうものの体質なんですよね。だから基本的に学校の教育素直に受けると、大学まで出て大学院まで進むみたいな感じですよね。やっぱ学歴を積んでいて不利になることっていうのは基本的にないんで、やっぱりそういう風になっちゃうのかなと。まあ、今はね、その辺時代が変わってきて、もしかしたら進学しなくても学べる方法を取れる人は、進学をせずに自分で学ぶっていう方法を取るのかもしれません。まあ、そこでね、3つのやっぱコースが用意されてるわけなんですけども、さっきのお話にちょっと似てですね、やっぱ学校で教えてもらってできるようになる人と、学校で教わってるのにできない人、多くの人は学校で教わってもできない人ですよね。英語教育なんてその最たる例なんですけども、結局教育機関に携わっても大して人は進歩しないっていうことなのかなと思うんですよ。で、3つ目のポジションっていうのが、学校で教わってないけどもできるようになる人っていうのがいますね。いわゆるこれ自習ができる人なんじゃないかなと思うんですよ。自分に必要なものが何かなってことを気づいて、じゃあ自分を育てていこうかなっていう形でね、自分で情報を取ってトレーニングして体験していくみたいなことじゃないかなと思うんですよ。で、そもそもね、学校って恋愛を教えないですよね。まあ、でも勝手に恋愛っておきますよね。だ、そういうこともあるし、教わらなくてもできる人もいれば、教わってないから、40、50までね、お付き合いした人がいませんみたいなことになったりとかね、出会い方とか、
あの円の作り方とか、まあ、口説き方とか好かれ方とかっていうのはあるのかなと思いますけどね。うん、まあお金に関してもやっぱり学校でお金の勉強っていうのは基本的に高校までしか出てない人はお金の勉強することがないんですけども、今みたいな時代になったら自分で勉強することができるんで、自分で勉強することはね、まあ興味がある人はするんだろうなと思いますね。その中にはやっぱり商品の作り方とか、うん、お客さんの集め方とか、それから販売する方法とかっていうのがあると思いますけども、これはまあいわゆるネットビジネス塾で教えることが多いんで、多分ねネットビジネス塾って何がインチキで何がねまともなのかってことを色付けするとしたら、その塾に入って商品の作り方を教えてくれるかってことと、集客の仕方を教えてくれるかってことと、販売の仕方を教えてくれるかってことじゃないかなと思うんですよ。うん、確かにどっかのネットビジネス塾が入って、私はねいっぱい入ったことはないんですけども、この3つ教えてないところがものすごく多いんじゃないかなと思いますね。うん、まあだからいつまでたっても商品作れないし、集客もできないし、販売もできないみたいな。これでもね、いろんな組織に入っても結局は教えてくれないんじゃないかなと思うんですよ。で、教えてくれないからできないっていうね人が多くって、仮に教えてもできないわけだから、教えてくれなかったらもっとできないですよね。で、そもそも、まあ、いい加減社会に出たら自分で必要なことは自分で身につけるべきなのに、教わってないからできませんみたいなね。で、教えたらできるんですかって話ですよね。教えてもどうせできないということで、下手の考え休みに至りという言葉ができちゃうのかもしれませんけども、その他にね、やっぱり自分で身につけないといけないことっていうのは、税金のことですとかね、法律のこととか、金利とか利息のこととか、利回りのこととかね、それから借金の仕方も、やっぱり借金をしたことがない人は分かんないですよね。その苦しさとか、うん、扱い方とか、借金が、じゃあ100万借金をしてきっちり返した人と、1000万借金をして1000万返した人と、どっちがお金の使い方上手かっていうと、明らかにこれ1000万の方なんですよ。返せなかったらね、やっぱりダメですけどね、うん、きっちりと返せたってことは、そのお金を扱う力量があるってことなんで、1000万の借金返せた人は1000万稼ぐことができたってことですよね。だから、やっぱり借金を克服した人ほど金を稼ぐ、その信任は厚いということになりますけども、大抵の人は借金をしたっつってもね、せいぜい200万とか300万くらいなんで、なかなかお金の勉強できるレベルにはならないのかなと思うんですよ。やっぱりこう数千万単位とかだと、さすがにお金の勉強になりますよね。日々金を返すためにいろんなことを考えるし、でそれが癖になるんで、会社だった後もお金のことをちゃんと考えるようになるという、そのお金のことが習慣化するんじゃないかなと思うんですよ。まあこれをね、なんかお金のことばっかり考えて金の亡者だみたいなことを言う人がいますけども、うん、お金に困ってる以上お金のことを毎日考えた方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。現実逃避することなく、でお金に困ってないんだったらもう考えなくてもいいと思いますけどね。あとやっぱこうなんですかね、彼女ができない人って、彼女が欲しいなと思いながらもできない人って、日々それを考えるわけじゃないですか。下手すりゃ異性に会うたんびに、この人と付き合うことになるかもなぐらいのことね、意識するぐらいにいつもいつも考えると思うんですよ。それは全然変なことじゃないかなと思うんですけどね。何かのゲームに参加してるときって、そのゲームのことをやっぱ考えると思うんですよ。まあ恋愛やお金稼ぎはゲームとは言いませんけどもね、例えて言えば、うん、じゃあゴルフに参加して、はいこれからスタートですって言ってね、お前ゴルフのことばっかり考えてるなっていう人お互いにいないですよね。だから経済の中に入っていたりビジネスの世界に入ってるのに、お金のことと全然考えない人の方がおかしいんじゃないかなと思うんですよ。で、お金のことを考えていたら、少なくともお金のことは上手になるはずなのに、いつまで経ってもね、月間で100万すら稼げないっていうのは、ちょっとお金のことを考えてなさすぎなんじゃないかな、というふうには思うんですけども、ただ、お金のことを考えても、できない人もいるんですよね。だから、そんなにね、卑下したもんでもなくって、一生懸命やってもできないっていうところも、これもね、お金の魔力なんじゃないかな、というところがありますね。いやー、でも本当に、2000万ですか。よく返せましたね。なんかね、この借金をして返すってことは何よりのトレーニングになるのかなというところありますね。まあお金の心配をしなくていい人ってのはお金のスキルは永遠に上がらないんで、だから困っちゃうんですよね、きっとね。いざという時にね。やっぱお金の会話ってすごく大事なんじゃないかなというところでございますね、今回はね。はい、じゃあそんなところですかね。おやすみなさい。